ズンダモンは入院していました。全身を癌に侵されていたのです。ズンダモンには家族がいません。友達もいません。話し相手はお医者さんと看護師さんだけです。そして話す内容は二つだけです。痛い、苦しい、早く殺してくれ。女が憎い、女を殴りたい。お医者さんたちはそれを聞くと困った顔でうなずいて、静かに鎮静剤を投与するのでした。せめてこの人の心が夢の中だけでも解放されますように。ゆっくり眠ってください、ズンダモンさん。しかし、ズンダモンが見るのは、いつも悪夢でした。痛くて、苦しくて、寂しい、そんな夢ばかり見るのでした。そして、うなされながら、一人きりで目を覚ますのです。苦しい、苦しいのだ。起きていても苦しいし、眠るのはもっと苦しいのだ。眠ることが怖いのだ、うぐうぐ。ズンダモンさん。君は？アーシュだよ。忘れてしまったの？つむぎちゃん。あの頃のつむぎちゃんなのだ。にっこり。アーシュね。ズンダモンさんの夢を叶えに来たのよ。アーシュ。ズンダモンさんのことがずっと好きだったの。だから、どうぞ。アーシュのことを殴ってよ。好きなだけ、めちゃくちゃに殴ってよ。ズンダモンさんは、もう十分苦しんだわ。アーシ、あなたを少しでも、幸せにしてあげたいの。つむぎちゃん。つむぎちゃんは、ズンダモンの、中学校の時の、同級生でした。同じクラスで、ズンダモンが生理の時に、ナプキンを貸してくれたことがあるのでした。つむぎちゃんはズンダモンの方を、優しく撫でて、そっと口づけをしてくれました。つむぎちゃん、ありがとう、なのだ。もしよかったら、僕の存在を受け入れて、抱きしめてほしいのだ。いいよ、むぎゅ、むぎゅぎゅ、むぎゅ、むぎゅむぎゅぎゅ。はぁ、気持ちいいのだ。殴るのは、いいの？もう、いいのだ。代わりに、ずっとそばにいてほしいのだ。僕は一人で眠るのが怖いのだ。わかった。いいよ。アーシがずっとそばにいてあげる。ずっとずっとここにいてあげる。ありがとう、なのだ。次の日の明け方、ズンダモンは静かに息を引き取ったのでした。その死に顔はとても安らかで、お医者さんたちは、鎮静剤を多めに打ったのがよかったね、と話したのでした。